県は新型コロナウイルス感染症に備えた避難所運営についてのガイドラインを作成しました。このガイドラインは市町村によって避難所の感染症対策にばらつきがあることを受け、県が作成したものです。新井知事は会見で次のように話しました。二次災害というのは、そのコロナが感染するかもしれないという恐れが、通常あるわけですので、避難所の設営というのは、一つ大きな事項になってきています。ガイドラインには平時の事前準備、避難所開設時、避難所運営時の3つの段階が想定されています。密となる場面を生み出さないために、十分にスペースを確保したレイアウトなど、感染の拡大防止を前提とした対策が盛り込まれています。県はこのガイドラインを各市町村と共有し、県全体で防災意識を高めていきたいとしています。